皆さんこんにちは、みこです。いつもみこログをご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、アイハーブでサプリメントを注文したので開封していきたいと思います。アイハーブってね、ご存知の方も多いと思うんですけども、オーガニック食品とかサプリメント、美容品など商品を3万種類以上なのかな、販売している通販サイトになります。私も筋トレを始める前はアイハーブっていうのが知らなかったんですけども、すごくね、いろんな種類の化粧品とかサプリメントがもう豊富に品揃えされてるので、美容コラムとかもね楽しめるので、アイハーブのサイトをねすごく面白いなっていつも見てます。会員登録や年会費は一切なしです。こう皆さん紹介コードっていうのがあるんですけども、なんかそういうのだったら怪しいんじゃないかなって思ってたんですけども、そうではなくって、紹介コードをご紹介することによって 5% 引きの値引きが受けられるそうなので、ぜひねコードも利用してお得にお買い物してください。アイハーブはね、6000以上で送料が無料になります。注文金額が15,500円を超えてしまうと関税だとかその他税、手数料がかかってしまうので注意してください。なので、私も送料無料になった時点で、お買い物するようにしてます。では紹介していきたいと思います。まず一つ目ですね、こちら21st century リコピン 25mg 60粒のサプリになります。これはですね、もう何個目だろう、5個目ぐらいはリピートしてるのかしら。これは、トマトに含まれるリコピンですね。これが手軽に取れるということで購入しています。私は美白化粧品は一切使ってないんですけども、こういう風にサプリメントで美白するようにしています。トマトに含まれるリコピンが1粒で 25mg 取れるんですね。こうトマトジュースとかもねいいと思うんですけど、だいたいトマトジュースだったら 18mg、 この1粒でリコピンがたくさん取れると思うんですね。旬なトマトとかも取っていけばいいと思うんですけど、やはり個体差があるので安定したリコピンを、摂取するためにも飲んでます。ちょっと開けてみますね。こんな感じで蓋になって、こんな感じで開きます。中はね紫なんですよ。ちょっと大きめ、これ一つでこうリコピンが 25mm 取れるということで、私はこれを愛用しています。ちょっと大きいのは飲みづらいっていう人はあるかもしれないで、価格帯がね以前もうちょっと安かったんです。1000円前後だったんですけど、今ちょっと値上がりして、まあ、1500円ぐらいなんですけど、1日1粒でいけるので、大体60粒なんで、これで2ヶ月分、まあ1ヶ月だったらまあ700円ちょっとでこうリコピンが取れるということで、これはもう超絶リピートしてます。内側からのこう美白ケアをするっていう部分では欠かせないサプリメントになってます。はい、こっちかな、こっちかな、はい、カリフォルニアゴールドニュートリションゴールド C になります。グレートビタミン C 1000mg ベジカプセル60粒になります。これはね、もう子どもたちも一緒に飲むようにしてるんですけども、ビタミン C もう欠かせないですよね。でこれはもう本当アイハーブのプライベートブランドですので、ベジカプセル60粒で716円っていうことで、かなりお買い得になってますね。大容量とかも買ってたんですけど、どうもなんかカプセルがちょっと酸化するような気がしたので、このサイズで飲み切ったら次購入するっていう風にしています。肌には隠せないし、風邪などをやっぱりこう免疫機能も高めてくれるっていう部分では、ビタミン C っていうのは必ずね摂取するように心がけてます。こうやって、うん、で綿が入って、あ、そうそう、やっぱ酸化しちゃう、こんな色だった。これはね本当に普通に
こういうカプセルになってるので飲みやすいです。これも1日1錠でビタミン C が取れる、これを取ってます。原料では欠かせないというか飲んでるんですけども、エボリューションニュートリション L カルニチン500ですね。これは120粒2416円ということで、だいたいこういう価格帯になってますね。そうですね、脂肪燃焼っていう形でもすごく効果的な L カルニチンなんで、代謝を良くするっていう意味でいいんじゃないかなっていうふうに、こちらもマストアイテムとして私は愛用しています。いろいろね、L カルニチンもそうなんですけど、その時にお安い部分でお得なものを買うようにしてますが、これは割とヘビロテなのかな。よいしょ、これもわたわたが入ってますね。これね、さっきのビタミン C と一緒だからね、混じったら大変だから、サプリメントのケースではちょっと離してね、入れるようにしてます。これもすごく飲みやすいですね。こんな感じでたくさん入ってます。これはね、1日1粒服用していきますので、有酸素する前だとか服用したりしてます。もう一つ、減量の時のお供に使っていますコエンザイム Q10 100mg ベジカプセル120粒になります。コエンザイムもね、必ずこの L カルニチンと一緒に愛用してるんですけども、コエンザイムはそのもう年齢に負けない体づくりをサポートしてくれるっていうことで、すごい疲れ予防に飲んでるっていう感じで愛飲してます。このお値段的には2735円っていうことで、これまだ安い方じゃないかな。大体1粒22円ぐらい価格帯になってます。1日1粒でいけるっていうのが、やっぱり飲み忘れっていうのもないのですごくいいですよね。あとはですね、脂溶性とすごく馴染みが良くなってるので、脂質を含んだ食後に摂ると吸収率が高まります。コエンザイムもなんだかんだ言ってもずっと飲んでるかな。よいしょ、わたわたさんが優しいオレンジ色になってます。これも飲みやすいですね。これともう減量の時は必ず飲んだりしてますけど、まあ普段の生活から取り入れてます。最後になりますが、ちょっとこれは初めて、注文したのでまだ飲んでないんですね。ソラレマルチビタミン鉄分無添加120粒、だいたい4961円で購入できる、マルチビタミンですね。鉄分が入っていないマルチビタミンです。マルチビタミンもその都度お手頃なものを購入してたんですけども、鉄剤はね別で飲んでるので、ちょっと鉄分抜きというものをちょっと今回購入してみました。1日1粒でいけるの。爪なんかもこうアスリートなので食事とかをしっかりケアしてるんですけども、あまりにも運動がハードすぎると食べれない時もあるので、こういうサプリメントとかもね利用しながら効率よく体をね作るように親としてはサポートしてます。はい、エナジーなんか可愛いですよね、虹がついてて。これもこんな感じで開きます。あ、やっぱりマルチビタミンの色だ。こんな感じでちょっと黄緑っぽい色してますね。飲みやすいんじゃないかな、1日1粒なんで、ちょっとやっぱ草の匂いがしますけども、子供たちちょっとね草の匂いが苦手なんですけどね、マルチビタミンっていうのは食事でね全て摂るっていうのは不可能なので、必ずねこういうサプリメントでもう補給していきたいと思います。それだけかな、今回はねこの分で頼んでみました。5点を購入してみました。どれもね私の生活に必要なものばかりなので、こういうものをね服用しながら体のメンテナンス、まあ、もちろん肌のメンテナンスも同時にねできるサプリメントをうまく活用しています。私のコードもありますので、よかったらコード利用していただけると嬉しいです。以上、今回アイハーブの購入品ということでご紹介させていただきました。何か決めかねていたり、どれを飲んだらいいかわからないっていう方の参考になれば嬉しいです。このチャンネルではアラフィフならではの美容や、ヘアメイ
ク、いつまでもアクティブに動けるために行っているボディメイクなどの日常や、日常から離れてのんびりゆったりと過ごす旅行やホテルステイをする様子など Vlog でお届けしています。チャンネル登録、高評価、コメント、動画作りの励みになっていますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。みこでした。ありがとうございます。